エドウィン・スティーブンスはアメリカ合衆国の俳優、映画監督である。1860年8月16日、アメリカ合衆国のカリフォルニア州サンフランシスコに生まれる。当初のキャリアは、軽演劇的オペラで、後に映画に転校するエセル・バリモアやヘンリエッタ・クロスマンといったスター女優と舞台で共演していた。満55歳の時、 1916年1月17日に公開されたユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーのブロードウェイユニバーサルフィーチャーレーベルによる長編映画ザ・マンインサイドにティナ・マーシャルを相手役に主演して映画界に転校した。同年インディペンデント・ムービング・ピクチャーズ制作ユニバーサル・ハイによるザ・キャピタル・プライズで監督業に進出する。 同年にユニバーサルが設立した子会社ブルーバード映画でバイオレット・マースローを主演に女優のミサをクセイ、スーザン、エス・ジェントルマンの3作を監督全2作は日本でも公開された1917年に監督したオンのあざを最後に監督業から撤退した1918年フェイマスプレイヤーイコールラスキン制作セシル・デミル監督の 情熱の国に出演以降俳優業に専念するメトロピクチャーズサミュエル・ゴールドウィンの作品にも出演した最晩年まで映画出演を続け1923年1月3日カリフォルニア州ロサンゼルス市で胸膜炎のため死去した万62歳没ありがとうございます